吉田さん、ピンチはチャンス、まさにその通りでですね、やっぱりこう将来が不安だとかね、それからこれから自分の生活がどうなるかわからないとか、本当に家族を養っていけるんだろうか、もしくは家族として養ってもらえるんだろうかという不安がどなたにもあると思うんですよ。特に、30代後半から40代、そして50代になるに従って社会的な責任とかね、やっぱり誰も自分の面倒を見てくれないってことに気づいて、あ、自分でことを始めなくちゃいけないんだなっていう思う方がいるんですよね。もしくは、なるところまで行くところまで行く、なるようになるさと思って問題を先送りして、今日何も行動を起こさずに明日の自分に期待する人も相変わらずいるんですよね。でもね、やっぱりこう本当にやばいなっていうふうに気づける方っていうのは、でもラッキーなんですよ。その方は行動するチャンスが与えられてるからなんですよね。でも結局のんびりと今日もなんとなく時間を過ごしてゲームをして、なんとなく過ごしちゃうと、そうするとですね、手遅れな時にいろんなことに気づくということがあって、その時には本当にね、終わってしまうかないみたいな、本当に寂しい人生の週末を迎えるわけなんですよね。どういうふうに過ごすかは一人一人、自由に決めることができるんですけども、問題はですね、自分が不幸になることによって周りに不幸な人を作るってことなんですよ。もちろん人間がたった一人で無人島で生きてればそんな必要ないんですけども、でもやっぱり自分にはね、親がいたり子供がいたり友人がいたり、いろんな人間のつながりがあるところで、自分の知り合いが不幸になっていく姿を見てあんまり喜べる人っていないんですよね。だからといってなんか助けてあげるような余裕もないしってことになると、本当にね、見殺しにするしかないっていうね、最もね、生き殺し、生殺しみたいな状態を周りの人に振りまいてしまうのが、自分勝手に生きてきた人の末路なんですよね。自分が不幸になるだけならまだしも、周りの人も不幸に引きずり込んでしまって、本当にね、なんか笑えない日常を振りまいてしまうと言いますかね。やっぱり自分の大切な人とか友人が困っていたら助けたい、でも助ける余裕がないと思ったら本当に苦しいですよね。こんな例があるんですよ。年を取ってですね、ある人はそこそこの貯金があるから自由にランチに行ったり旅行に行ったりしてる。でも仲良しは生活を甘く見ていたんで、本当にね、毎月毎月必死のことで節約しながら切り詰めながらなんとか生きてるんですよ。でたまに会うとですね、じゃあランチでも取りましょうかっていうと、やっぱりこう片方は自由にメニューを選べるんですけども、もう片方は一番安いやつしか頼めないと。で片方の人はコーヒーでもつけようかなっていう感じでね、デザートつけたりするんですけども、もう一人の方はデザートつける余裕がないということで、一緒に食事をしていても気使って頼めないみたいな状況も起きるんですよね。だからこれはよく言う自分の不幸が周りの人を引っ張るっていう例だと思いますし、だからといってね、いつも出会うたんびにおごってあげるわけにもいかないし、そのうちにこういう年を取ってからの貧富の差っていうのは友情も傷つけてしまうことがあるんですよね。だからそんなにね、みんなで億万長者になる必要はないんですけども、せめてね、ランチを気兼ねなく1000円2000円出せるぐらい、コーヒーやデザートを気兼ねなく300円500円プラスアルファでつけれるぐらい、しかも毎日じゃないわけじゃないですか。そのぐらいにはなっておかないと、本当にこれからね、付き合ってくれる人も減ってしまうのかなっていうところなんですよ。特に年齢を重ねると新しい出会いから友情に結びつくってことはなかなか難しくなってきます。これは状況がというよりも、こちらから相手に心を開いていく心の広さが失われていくからなんですよね。だからお互いに警戒して、せっかく出会ったのに知り合ったのに、あんまりあの人本性を出してこないよねっていう感じで相手次第になっちゃうんですよね。相手がどうあろうと自分がきっちりと友情を示していけば問題ないはずなのに、なぜかね、打算的になってしまうんですよね。ということでね、なんか今やれることはすぐにやった方がいいのかなと思いながらこうやって暮らしてるわけなんですけども、なんかね、共通しているのが、行動する中には必ずお金の問題が入ってくるってことなんですよね。お金の問題を解決するために動くと、そこには多くの人の出会いがあったりとかね、知恵があったり助け合いがあったりするんですよ。でもお金に向かわない思考っていうのは、なんかね、何かあるのかもしれませんけども、結局強い信頼関係になんか結びつかなかったりするんですよね。私もね、やっぱこうビジネスをしてる上で、今日も2件オーダーがありまして、で1件は入金があったんで、もう1件は待ちなんですけども、やっぱりね、まとまった金額をお支払いいただくと、それなりに私もね、責任を取らなくちゃっていう気持ちにはなりますし、それからお金を支払う方も、私がセールスをかけたわけじゃなくて、やっぱりアプローチしていただけるんですよね。でよろしかったら、おいくらでしょうかっていう形で、もうそこにはね、分割でとか後払いでっていう考えはないんですよね。本当に今でも間に合うんだったらお願いしますみたいな感じで、メールですけどね、頭を下げられるんで、私としても
絶対に後悔させないようなサービスを提供しようかなっていう気持ちになるわけですよね。こうやって信頼関係って高まっていくんですけども、じゃあ仮に私がセールスをした時にそういうふうに、丁寧にねご購入いただいた方がいて、その人との関係は強くなりますけども、セールスをしているのに一切買わない人と私はどういうふうな付き合いをしていくのかなってことなんですよ。仮にもビジネスマンとしての側面がある以上、やっぱビジネスに答えてくれない人っていうのは、私のことが必要ない人なのかなっていうふうに、まあ極端に考えなくてもいいんですけども、何だったら受け取っていただけるんだろうかっていうことにはなっちゃいますよね。まあでもビジネスをねもう半分やめてるような私ですんで、そんなものがなくたって付き合えるといえば付き合えるんですけども、やっぱりね気持ちの差が出てくるのは、自分が商品を出した時に本当にねありがとうございますって感じで買っていただける方っていうのは本当嬉しいなと思いますよね。たまたまその人に必要であり必要でなかったものもあると思いますけども、なんかね私もなんかこうお金をぶんどるために商品を出してるわけじゃなくて、この人の悩みを解決できるんだったらっていう形でペルソナを考えて商品作ってるわけですからね、受け取っていただけたらキャッチボールが成立したなって気持ちになります。まあ動画でもそうですよね。なんかクリーンヒットの再生回数の高い動画が出てきたら、あ、視聴者さんと気があったんだなっていうふうに一つねラポールが気づけるかなってことですよね。ということで肝心なのはラポールだということでございました。ラ